続いてご登場いただく皆様ご紹介したいと思います。金沢百万石武将隊。戦国の世から江戸時代まで約300年にわたり百万石の栄華を誇った加賀藩、それを支えた城下町金沢の町づくり、観光資源をより多くの人々に知っていただくため金沢百万石武将隊が結成されました。県外県内の催しやテレビラジオ雑誌など幅広く出演し、加賀百万石の魅力と観光 PR を行っています。それではご登場いただきましょう。金沢百万石武将隊。拙者歌舞伎者で有名な前田慶次郎、我が隊の大将でございます。その嫡男でございます前田正虎と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてこちら美しい姫、前田家が三女麻姫様、歌の堪能なねお姫様でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ本日は我々、2名での出陣となってございますが、総勢5名での活動を普段してございます。で通常ねこういった舞台に立つのは4名が多いんですけども、先ほどちらっと名前に出ました大将前田慶次郎、そしてですね、映画武士の家計簿で有名になりました、ソロバン侍犬山十兵衛、そして、前田家が四女郷姫、この総勢5名で活動しておりまする、本日は、我々この後ですね、演舞一曲麻姫の歌、金沢は歌の古町というほど、芸事に長けた町でございます。そして私がそれに合わせまして加賀の伝統芸能でございます剣舞、剣舞と申しますな、こちらをご披露いたしまして皆様にちょっと加賀百万石の魅力を、知っていただければなと思ってございます。ちょっと急げと言われると大変テンパってございますが、いやいつもじゃぞいやいやいや、いつもではございません。いやみんな笑ってるいうことはなことないですよね。あ、ありがとうございます。今日声出とる。あ、本当やマイク入っとる。いつも音響不備がある侍で有名でございます。ありがとうございます。では我々の演舞をご紹介します。そうですな、
心終わりこの想いを胸に届いないわ満たした欲の中駆けられる日終わりこの願いを胸にこの誓いは歩くぞ では、この後、ブースの方に出店いたしてございますので、ぜひ遊びにいらしてくださいませ。ありがとうございました。金沢100万石招待でございました。ありがとうございました。金沢100万石武将隊の皆様でございました。はるばるね、金沢からやってきてくれたわけでございます。そして、金沢からおしゃべりクソ武将もいらっしゃる。誰がおしゃべりクソ武将や、おい。可愛いじゃろうって言おうと思ったんじゃぞ、お前。わしの娘じゃん。上手ですね、歌。上手じゃん、もうわしの娘何やらせても上手。さすがでございます。で、剣前もね、もうキレキレでございますよ。おう、じゃわしの甥っ子の息子。名前なんて言うんでしたっけ。マサトラ。マサトラさん。マサトラ。ね、名前だけでもね、皆さん覚えて帰ってください。芸人か。まあ、というわけでですね、この後もどんどん、タイがいらっしゃいますので、ね。そうじゃな。もう早速、どんどん行こう。